です。どうも、ご準備に感謝申し上げます。よろしくお願いします。それでは、この写真をまず、大臣と。それでは、以上、ぜひ、会長にもお持ちいただいて、今日触れていただいてですね、こちら、中央をご覧いただいてよろしいでしょうか。はい、お取りいたします。続きまして、局長に加わっていただきまして、はい、じゃあ、引き続き中央をご覧ください。お願いいたします。皆様よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。総理、今日はありがとうございます。はい、ありがとうございます。新たな国土形成計画について、長野会長のもと国土審議会でご審議いただいてまいりました。はい、国土計画は、総合的かつ長期的な国土づくりの方向性を、はい、示すものでありまして、1ページ目、この大きな概略でございますが、昭和37年池田内閣以来、はい、第一次前奏と言われたものですが、おおむね10年ごとに作ってまいりました。はい、今回は令和初の計画として、8年ぶりに新たな計画を策定することとなります。はい、昨年7月の中間取りまとめにおきまして、総理からご指示をいただきました。はい、一つは新時代にデジタル田園都市国家構想や新しい資本主義という考え方と連結をして目指す国土の姿として、はい、新時代に地域力をつなぐ国土ということを掲げました。そのご指示を踏まえまして、この1年間また計画案について議論をし、今日答申をいただいたところでございます。新たな計画につきましては、国土強靭化基本計画と一体として取り組みを一層強化していけるよう、今後閣議決定の手続きを進めてまいりたいと考えております。はい、それでは長野会長、よろしくお願いします。はい、改めまして、本日ですね、答申しましたので、ご報告させていただきます。はい、増田部会長、今日は欠席なんですけれども、あいにく取りまとめいただきました、この計画の原案ですね、はい、それをもとにですね、6月の7日と本日の2回にわたりまして、はい、国土審議会を開催しまして、はい、国会議員の有識者の委員の方々から、国会議員の皆さんや、あるいは有識者の委員の方々からですね、幅広いご意見いただきまして、この計画の案についてご了承いただきました。うん、で、計画の内容でございますけれども、後ほど木村局長から詳しく解説いただきますけれども、今回の計画はですね、人口減少、少子高齢化をはじめとするさまざまな危機に直面する我が国においてですね、まさに時代の岐路に立っているという認識のもとに取りまとめたものとなっております。で、私自身ですね、計画の、これが計画のサマリーでございますけれども、はいはいはい、私自身、計画の調査審議にあたりまして、ちょうど去年の夏の総理へのご報告以降もですね、例えば香川県の三豊市、あるいは長崎の五島市を訪問いたしまして、この地域の外から若い人たちが非常に熱意を持って中に入り込んで、地域のさまざまなこの方々を巻き込んでですね、交通とか物流とか医療とか、あるいは地域が直面するさまざまな課題にデジタル技術も活用しながらですね、新しい発想で取り組んでいる事例っていうのをたくさん拝見いたしまして、その際にも実感したんですけれども、持続可能な地域を作るために何より重要なのはやはり人材だというふうに思っております。このペーパーですと一番下に人材がこう支える形になっておるんですけれども、日本の各地でですね、未来志向で取り組みを進めることができる地域のリーダーのもとに、この行政と民間が連携して新しい発想に立って、地域生活圏を作っていくためにですね、地域のマネジメントの仕組みを大きく転換していく必要があるものと私たちは考えております。で、今回の計画ではですね、こうしたことに重点を置いて具体的な対応策をまとめておりまして、これから広く国民の皆さんとこの計画のビジョンを共有して、地域を担う方々の主体的な取り組みにつなげていく必要があるのではないかと
考えておりますので、はい、どうぞ今後ともよろしくお願い申し上げます。はい、ありがとうございます。それでは今日の、はい、それでは新たな計画の案につきまして、今すぐお手持ちのこの概要紙でございます。はい、国土計画の性格上、その内容は極めて、多岐にわたりますけれども、はい、私からはポイント4点、ご説明いたします。1点目はこの紙の上の方にございますけれども、時代の大きな転換点にある時代認識ということでございます。時代の重大な岐路に立つ国土といたしまして、人口減少との加速による地方の危機、あるいは巨大災害リスクの切迫、また現下のさまざまな国際情勢をはじめ、我が国が直面する課題に対する危機感を整理しまして、この関連するデータやエビデンスを含めて国民の皆様と共有していきたいと考えております。で、2点目は少し次の紙になりますけれども、地方の危機的な状況の中で、地方に軸足を置いたビジョンを示すことでございます。はいはい、デジタル田園都市国家構想の実現にもつながるように目指す国土の姿として、こちらですか。はい、まだあ、こちらです。はい、すごいすごい、はい、ちょっと、はい、新時代に地域力をつなぐ国土を掲げまして、その実現に向けた国土構造の基本構想として、シームレスな拠点連結型国土の構築を図ることとしております。その次の紙、失礼しました、イメージですか。はい、はい、そのイメージを示しておりますけれども、質の高い交通、デジタルのネットワークを通じて国土全体の連結を強化する全国的な回廊ネットワークの形成を図ることとしています。またその一環として、リニア中央新幹線等による東京名古屋大阪を結ぶ日本中央回廊の形成を通じて、その効果を地方にも行き渡らせることとしております。これが次の紙、またちょっと次のこちらですか。はい、でございます。この紙にございます通り、広域圏をまたぐ人流や物流、左側に書いてございますが、ダブルネットワークのリダンダンシーの確保、新たな暮らし方、働き方などのさまざまな面で我が国全体の地方の活性化、あるいは国際競争力の強化につなげるとともに、右側にございますように東海道新幹線沿線のエリアの新しいポテンシャルの発揮、これは沿線地域の活性化も期待されているところでございます。で、3点目は重点テーマとして掲げるデジタルとリアルが融合した地域生活圏の形成でございます。これまた次の紙でございます。こちらでございます。はい、地域生活圏の形成で変わる地域の姿を示ししております。人口減少化においても、地域の生活や経済の実態に即して市町村の枠を超えて新たな地域マネジメントの発想に立って、デジタルを徹底活用しながら、自動運転あるいはドローンの物流、円滑医療等の実装の加速化、多世代が交流するまちづくりなど生活圏の再構築を図っていく、そのための方向性を示しております。次、最後4点目でございますけれども、また次のこちらの方、はい、地域における子ども子育て支援と含めた地域人材の確保育成でございます。多様性に富む包摂社会、子ども真ん中社会の実現を通じまして、地域力を高めるとともに地方への人の流れの創出拡大につなげまして、我が国全体の少子化の流れを変えていくために、子ども真ん中まちづくり等の子ども子育て支援、あるいは女性活躍の促進、関係人口の拡大進化に取り組むこととしております。計画案の内容以上でございます。はい、はい、はい、それでは、はい、ご挨拶をお願いいたします。はい、まず長野会長をはじめ、関係者の皆様のご努力に心から感謝を申し上げます。国土、形成計画は、総合的かつ長期的な国土の在り方を示す、大変重要なものであり、新しい資本主義、またデジタル田園都市国家構想の実現の観点からも、非常に意義深い計画案を示していただいたと受け止めております。長野会長、増田部会長におかれては本計画案の取りまとめにあたり、大変なご尽力をいただいたこと、敬意を表し申し上げ、そして心から感謝を申し上げます。そして斉藤大臣におかれては国土強靭化基本計画と一体となって新たな計画の閣議決定に向け引き続き取り組みを進めていただきますようお願いをいたします。はい、その上でこの計画の実行にあたっては、新時代に地域力をつなぐ国土の形成に向け
シームレスな拠点連結型国土の構築を図るとともに、デジタルとリアルが融合した地域生活圏が各地域で実装されるよう、デジタル田園都市国家構想総合戦略の取り組みとも一体となって各種のプロジェクトを進めていただきたいと思います。このため国交省を中心に政府一丸となって計画全体の実効的な推進が図られるよう、各関係府省と緊密に連携を図っていただきたいと考えております。どうぞよろしくお願いを申し上げます。それでは、豊島さん、小林さん、お願いします。